じゃあここで来年のゴンゴ祭りについて思いを一人ずつ求めていきたいと思いますが、よろしいですか。じゃあじゅんちゃん、もみじぶのじゅんちゃんから、じゅんちゃん一言、来年の祭りについてちょっと一言コメントお願いします。はい、来年はもみじぶがとうとうデビューすることになりました。ありがとうございます。なんかもう夢だった CD デビューが来たところで、イエイエイ、もみじぶです。これは乗りますからね。じゃあ次、影山くん、イベントステージチーフ、はいはいはい、はい、来年のゴンゴ祭り、まあ、今年お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。今年の思いと来年の思いを一言お願いします。今年は本当に皆様のお力のおかげで無事なんとか終えることができてホッとしてます。ご協力ありがとうございました。来年なんですけど、どこの文化館になるかは分かりませんけど、来年は来年で精一杯頑張りたいと思います。希望文化会は？希望はですね、そうですね、まだ行ったことないとこだったらどこでもやってみたいんですけど、まあ PR か資金か、資金はないかな、 PR か環境かその辺じゃないですか。よろしくお願いします。おい、頑張れ。30センチのバーディーパットを外した、はい、いやいや、はいはいじゃなくて、いや、私もう言ったもん。言うたの何じゃん、おかしいです。おかしい、バーディーパターン。はい、伊勢君お願いします。すいません、今年も本当お疲れ様でした。来年もこれ以上に盛り上がっていきましょう。来年の希望文化会はそれは もちろんイベントステージでお願いします。どうぞ。じゃあ、はい、モンベルの従業員です。来年はぜひモンゴ T シャツはモンベル製品してください。高なるやん、高なるやん、2000円ぐらいなるやん。3000円以上です。よろしくお願いします。はい、トリーさん、はい、はい、ありがとうございます。今年は影山チーフのおかげで素晴らしいお祭りになりました。来年もイベントステージなんですけど、来年は女装でゴンゴで津山 JC のこの意向クレイジーさを示したいと思っています。はい、今年はちょっと JC 色ちょっと引いてたんで、来年もっと JC こちらもさんと思い割れるような楽しい祭りにしようと思います。 I was born to love you。 じゃあ藤本潤、お疲れ様でした。今年は青年部のキャプテン、当日は動員の方で精一杯段取りよくできたんじゃないかと思います。来年も来年でまた頑張りたいと思います。メガネです。よろしくお願いします。来年希望文化会は、来年は PR とか知りたいです。そんなことないところに PR? PR がいいんですか。 PR とか、うん、絶対タグを順番に聞いてくれ。じゃあタグちゃん、はい、うそー。ありがとうございました。今年は、企画部会ということで頑張らせていただきました。まあ、何分にも大したことはしないんですけど、楽しい祭りでした。来年はまあちょっと祭りから外れるんですけど、動員として頑張りたいと思います。よろしくお願いします。高橋工芸のタクちゃんでした。じゃあ事務局の、はい、よちし、あ、すいません。今年はもう本当に皆様にご迷惑をばかりかけて申し訳ありませんでした。来年は迷惑ちょっとだけで済むように頑張りますので、来年もよろしくお願いします。イエイ。じゃあ最後の大鳥が、いや、菊本さんいいです。いや、僕いいですよ。ねえよ
あ、こんばんは。なんかすいません、会えた。イベント行きたいです。おいおい、おいおいおい、ラブチームの加藤です。こんばんは。こんばんは。頑張ります。以上、ゴンゴ祭りの懇親会会場以外、来年ありがとうございます。来年も頑張るぞー。ピ、何？